みさとストリッチファームのともちゃんとおにたんです。はい、今日はこちら、はい、ダチョウの卵の絢爛をします。はい、絢爛って何ですか？絢爛というのは、無精卵か有精卵かクランキに入れてる卵の確認のことですね。はい、じゃあ今日あれですね、あのダチョウのヒナが飼えるかどうかが分かっちゃうってことですか？あ、そうですね。なるほど。じゃあ逆に言えば、あの有精卵なの無精卵なのっていう質問がよくありますけど、はいはい、この段階まではどちらかわからないってことです。そこは絶対わかんないですね。はい、だそうですよ皆さん。乳卵する時にわかればいいんですけどね、皮質の出来方が違うとかそういう目印があったらいいんですけど、ないんですよね。ないですね。じゃあ行きます。落ちる。落ちない、落ちない。2月の16日に入卵したやつを、あ、そうです。やっていくわけですね。青い付箋のやつ。うん。署名を落としましょうか。はい。どんなに明るくてもエビューの卵は透過しませんでしたダチョウなら大丈夫ですね。よし、じゃあやっていきましょう。手前から。はい。あ、まあまあ、いいかな。ちょっと微妙ですけど。ギリですね。ギリギリですね。いやー、これどうなんだろう。あ、それは綺麗じゃないですか。大丈夫そう。でもって大丈夫、まあまあまあ、あ、怪しい。まだ分かりづらいね。あ、オッケー。オッケー。これ素晴らしい。こんぐらいくっきりしてると優勢だね。完璧な、はい。でもまあちょっと、ね、分かれてる。あ、オッケー、オッケー。すごい、素晴らしい。素晴らしい。あれこれはダメかな。怪しいな。あ、まあ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 、うん、分かれてはいるけれどもどうかな。うん、もうちょっとね、ふっきりしてる。あ、それは、うん、分かれてるような気もする、ね、薄いですね。はい、なんか卵殻の質とかも関係しそう。確かに、うんうん、分かれてはいるって感じですね。あ、まあまあそっちの方がくっきりしてる。あ、いい感じ多分、うん、いい感じ、めちゃくちゃいい、いいね、うん、あ、あれ微妙。あ、これは透過してるような気もする。はいはい、じゃあ最後の段、ちょっとなんかまだ怪しげが多いね。時間はもう十分経ってると思うんだけどね。2週間、そうですね。いやー、透過が多いね。色がスパーンって、あ、これはいいね。これは模範的な。じゃあ。はい、怪しいやつを出していきましょうか。出しちゃいますか。これどうだろう。無精卵な気もするね。これは多分無精卵です。はい。はい。はい、こんな感じでね、怪しい卵を出していきます。うん、これも無精卵かな。こんな感じで、こうやっていっぱい卵を入れますけど、うん、こんな感じで弾かれていくので、生き残る卵は全体の、2、3割なのか。です。3割。もうちょっと暖かくなってくると、良くなってくるんですけどね、率が。うん。怪しげはちょっと残すにしても、ダメそうなやつは取っちゃいますか。よいしょ。はい。でかいんだけどね。ね、あまりにもちょっと、わかんない。でもこれは、怪しく、でも下まで透過してるわけではないからちょっと怪しい、ね。怪しいね。難しいな。いいよ。ダメ卵は卵殻になったりしてショップに販売されたりするんですよね。そうですね。卵殻になってそう戻ってきます。はい。はい。よいしょ。これも微妙だけど、疑わしいので残します。はい。そう、明らかに違うなって思うものだけ取る感じにしないと、うん、もうやってるうちにもうゼロになっちゃう。ねえ、この2つ
これはダメだな。はい。すごく色の抜けが、抜け、光の透過がすごくいいやつはダメ。ショップで売ってるあのダチョウの乱獲ランプみたいな感じになっちゃうと、そう、もうダメ。表前2つはダメかな。結構ね、時間がもう2週間以上経っているので、あんまりね、時間が経っちゃうと、手早くやらないと温度が下がっちゃう。外がね、寒いのでね。お、いい玉。そう。1個だけじゃね。そうだね。いや、一応残すか。まだ最終チェックがあると思うので。はい。はい、ラスト。よいしょ。ダメだね、多分ね。これは取っちゃいましょう。あ、はい。はい。うん。ダメだね。ダメ、いいね。いいね。いいね。ダメ。ダメだね。二つだ。はい。こちらと、はい、はい、ではこちらがムセーラン、はい、閉めます。はい、でまたシーソーを自動にしてね、はい、はい、36度あった粉温が28度に落ちてしまいましたが、よいしょ。はい、ということで、はい、有精卵と無精卵の区別をするための検卵でした。はい、楽しみに。じゃあね。バイバイ。